裏あの丘の上から絶対すごい。しえ、ま、行く前から怠けないでよね。私は安全に丘のうるさい。
ヤッホには感じ。成長この草の魔力を吸収する。よし。あれ？よくわからない。いやいや、どういうこと？あれは結界石と言うんすけど。何かを守るための石なんで。そうなんだ。さあ天井の上には私にはいらない石。歩いていく。お？あ、トンいや空間。何？小さな移動祭壇のこと？それ家までは空間移動できないよ。
迎え、まさか一人だけ、あのご主人様、家の魔法本、家の床に空間移動の、え、あの青、ああ今までは仕方ないじゃん、だ僕がおしブラックジョーカー、魔法は使う、まあそれなりに知識はありますんで、ほら急に言われても覚えてないよ、それは。じゃあ物を転送する時の魔法じゃ、それはよく使うから覚えてる。よし、その中に道具を生産、うんうん、最後に床に書いてあった、それはその位固有の標識さ、うん、私ブラックジョーのこと見ろ、えへん、長生きしてりゃ言葉も、体は小さくても知識や経験は膨大っす、たかが10歳ぐらいの子、こう見えても僕ちょっと褒めたからってさあ僕の力ない、本当に、うん、ない、初心者用の魔、初心者用の魔法で燃やされたい、落ち着いてこれを見て、でも読んでいたら知らないはずがないのに、材料は火炎、裏山ゴーレム洞窟の丘の上で、よし新しい、持ってきました、
持ってきました。